全体が二つに割れ、沈没する、インビンシブル・インビンシブルは、イギリス海軍、インビンシブル級巡洋戦艦の一番艦で、世界初の巡洋戦艦である。1905年度計画によりアームストロング社で、建造。1908年収益。第一次世界大戦開戦後、1914年8月28日、ヘルゴラントバイト海戦に参加。続いて、 南大西洋に向かいインフレキシブルと共に1914年12月8日、フォークランド沖海戦で独当洋艦隊を撃破した。1915年のダーダネルス海峡の戦いにも参加。その後、グランドフリートに編入された。そして、ホーレンスフット帝督座上の第三巡洋戦艦船隊の機関として参加した1916年5月31日の ユトランド沖海戦で、当初有利に戦闘を進めていたものの、突然あたりの猛気が晴れ、本艦は空の明るい一部を背景に歓迎を明瞭に表したため、約8600メートルの近距離にあったデアフリンガーからの手砲弾が砲塔を貫通、誘爆して、船体を真ぶたつに割り、ぽっきりと折れて交鎮した。フット提督以下上、クミン1032名のうち、 生存者はわずか6名であった。現在、水深55メートルの海底に眠るインビンシブルの残骸は、プロテクション・オブ・ミリタリー・リメインズ・アクト1986により法的に保護されている。ありがとうございます。